りさん、行ってきますね。バイバイ。ゆっくりしときや。バイバイ。髪切りました。今日も小学生スタイルで行ってきます。ドキドキ人生、俺たちが法律なんだよ。30分弱かけて着きました。皆さん今入場するところですね。今日は寝台入れ替えで、まあ、一応イベントなんですけど、まあ、相変わらずディスクアップでいきたいなと思います。おっす。ありがたい、ありがたい。本日もよろしく。Here we go!
What?
and gentlemen. Thank you.
多分車内感まくったんでやめときます。実践終了ということでお疲れ様でした。いや一時期はどうなるかと、また死亡遊戯かと思わせる展開でしたけれども、なんとか持ち前のこれでまあプラス109枚叩き出すことができました。109枚か、109枚39なのに時給300円、ちょっと情けない。人生積んでるもん、死んだおがましい希望がこの先、まあびっくりするぐらいハイパービッグ弾けなかったんですね。一回も弾いてないんか。はい、もう投資がね1000枚を超えると本当にもうヒヤヒヤする台ですけれども、まあ、賛否両論あると思うんですよ。あの状態でやめずにいい波やから行けっていう人ももちろんいると思いますし、分かります、分かるんだけど、やっぱ設定1なんでね、今からね突然魔界モード入ったらね普通に700ノーボーナスとかあるんで、そうなったらせっかくもうプラスに転じてるのにすごい後味悪くなるし、ストレス溜まるしね、あの辺がもう引き際かなと思います。それと投資額が増えてる日はもうチャラかちょっとでもまくったらやっぱり逃げれる体勢で臨んだ方が長くスロットとねお付き合いできますから、まあそんなわけで今日はなんとか死亡遊戯にならずに済みました。これも一重に北斗の雑魚キャ、皆さんのおかげだと思っております。というわけで1ヶ月ディスクアップ生活そろそろ本当に終わります。何かやってほしいことご意見あればぜひともコメント欄でよろしくお願いします。それと今回の実践で、皆さんが思うこと、俺やったらこうするなとか、そういったご意見もぜひお聞かせください。はい、というわけでお疲れ様でした。小学生の格好に戻ったんで帰ります。ライバル現れましたな。
よろしくお願いします。